こんにちは。こんにちは。算数の動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、算数なんではすい。けれども、平均点がですね、今回は、150点中53点と、なかなか厳しい結果になったんですけども、どうですか、算数は。さっきの国語の解説授業の時もそうなんですけれども、結構その基本的な問題をやっぱり皆さんが間違えてたかなっていうのなんですよね。例えば四角1は、まあ例年だとやっぱりこの四角1でも80%ぐらいの正答率だったと思うんですけれども、やっぱり今回に関してはちょっと正答率が下がってますし、四角2の問題に関しても、正答率は非常に低かったかなと思うんですよね。この四角1、四角2をきちんとしっかりと、まあ、2月ね、まあ、入試がまでに、しっかりこの辺を解くことの、問題として解くことは、やっぱり意識を高めて、得点力を高めようという気持ちで、解いてほしかったかなっていうのなんですよね。例えば、四角2の括弧2番は、やはりちょっと正答率が、その中でも正答率が低かったかなと思うんですよね。これ100に最も近い数を求めなさいって言ってるので、もしかして100以内っていうんですかね。例えばに、85にしてしまったとか、そういった場合もあったのかなと思うんですけれども、ただここはもう少し解けてもよかったかなと思うんですよね。で、括弧4と括弧5に関しても、典型的な問題だったと思うので、解けてもよかったかなとは思うんですよね。特に、括弧5番に関しては、本当によく習う問題であるので、で、もしできるならば、しか、あの、今回、類題を出してると思うんですね。首都圏模試のマイページの中に。そこは四角2が中心になった出題をしておりますので、ぜひね、活用しても、もう、今回のテストで定着を、ぜひ測っていただけると嬉しいかなと思います。で、四角3以降であると、まあ四角3の入答算はよくできたと思うんですけれども、四角4番の括弧1の問題も、ここも、直角二等辺三角形だから、なんていうか、少し形が欠けるんですよね。なんだけど、皆さん多分重なった部分の長さが6センチなので、6×16 で、長方形で面積を出している生徒さん、受験生の方が多かったかなと思うんですけれども、ここは直角二等辺三角形なので、少しそこが削られてるっていうところを、ここの特徴のところをちょっと見落としてしまったかなっていうところと、四角五番の括弧一ですね。これ、相似比って長さの比なので、もし面積比で出してる受験生もたくさんいらっしゃったかなと思いますので、この辺が解けると、ま、さらに、偏差値もそうだし、得点力っていうんですかね、ここは伸びたかなと思います。ここが、一番の今回の課題だったかなっていうふうに、私自身は思っております。そうですね。四角一番からいくと、やっぱりちょっと計算力っていうところが、やっぱりちょっと弱いのかなっていう気がするんですよね。特に四角一番の括弧3と括弧4。ここがですね、正答率が51.6と55.5。半分ぐらいしかないんですよね。で、ここはやっぱり8割ぐらいは取ってもらいたいなというところ。なんですよね。そうですね。括弧5は比の計算なんですけども、ここも65で、半分以上は取れてるんですけども、63.5なんですけど、比の基本的なところになってきているので、ここも取っておかないといけない問題なんですよね。それもあって、多分四角2の括弧4とか、この辺の正答率が低かったのかなと。比のところがまだ理解ができてないのかなっていう気がするので、ぜひちょっと比をもう一度、どういう使い方をするのかとか、どういう時に使うのかとか、その辺をもう一度少し復習しておく必要性があるのかなと思います。
それだけでもだいぶ得点率っていうんですかね、それは解ける、上がってくる気がしますし、あと、まあ、意外とその四角六の規則性のところの括弧1とか、このところももう少しこれ取れてもいいのかなっていう気がしますね。まあ、ここは逆に言うと、なんでしょうね、知識というよりは粘り強さというか、まあ、その辺がやっぱポイントだったので、もう一度ちょっとここ解けなかった場合は、どういう規則性があるのかなっていうのを確認できるようにしとくと、まあ、次回以降違う規則性が出てきたときにいろんな角度から見れると思うので、これはちょっと復習しておくべき問題になるんじゃないかなと思います。まあ、とにかく、まあ、ちょっと日のところが一番今回はポイントだったのかなっていう気は全体的にしたので、まあ、もう一回日がちょっと今回弱いなと結果見て、感じた方はですね、ぜひ復習しておいていただければなと思います。では、算数の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。